マールチューブ始まるよ。皆さんこんにちは。長浜テレビ5月12日号の時間がやってきました。私は先日仕事で竹生島へ行ってきました。新緑が豊かでとっても綺麗でした。ぜひ皆さんも一度足を運んでみてください。それでは街のさまざまな話題をお送りします。まずはこちらの話題から。認定こども園の園児がいちご狩りを楽しみました。4月27日西麻布認定こども園の園児がいちご狩りを体験しました。長浜市西麻布町にある道の駅塩津街道味釜の里に併設する栽培ハウスでは、有限会社西麻布総合サービスが地元農家の協力を得ながらいちご栽培を行っています。西麻布総合サービスではいちごの収穫が終了間近となったことから、今回地元の園児たちによるいちご狩り体験を企画しました。この日は西麻布認定こども園の5歳児25人がいちご園を訪れました。園児たちはいちご園の杉本治さんからいちごの摘み取り方を教えてもらった後、早速いちご狩りに挑戦しました。いちごの品種は秋姫と紅ほっぺで、甘くてみずみずしいいちごは湖北のいちごとして隣接の直売所でも大人気です。園児らは袋いっぱいにいちごを摘み取った後、水で洗い、早速いちごを食べていました。地元で育てられた甘くて少し酸っぱいいちごを園児たちは美味しそうに頬張っていました。子どもたちが地元のいちごを美味しそうに頬張っている姿が愛らしいですね。それでは続いての話題です。県立医科高等学校の生徒が通学路の路面表示についてアイディアを話し合いました。4月27日魅力ある学校づくりを進めている長浜市の県立医科高等学校で通学路の路面表示を考えるアイディア発表会が開催されました。県立医科高等学校では昨年の4月から医科高校魅力化プロジェクトをスタートし、その活動の一環として地域をフィールドにした探究学習を行っています。今回の探究学習では通学路にある見通しの悪い交差点にどういった路面表示があれば事故を防げるかをテーマにアイディアを検討しました。アイディアの検討にあたり3年生の生徒34名が8つのグループに分かれ、4月の中旬頃から現地でのフィールドワークや全国にある路面表示の情報収集などを行いました。この日行われたアイディア発表会では、グループごとに路面表示のデザインや想定される効果、こだわったポイントなどを発表しました。最後に長浜市北部政策課の菅谷和弘さんが授業を通じ地域課題の問題に取り組んでいただきありがとうございます。ドライバーや自転車に乗る人の視点に立って注意を引く路面表示を考えていただき嬉しく思いますと講評を行いました。なお長浜市では生徒たちから出された8つのアイディアをもとに市と警察などとで協議を行い、今年の9月頃を目標に路面表示の設置を行う予定とのことです。自分たちが考えた路面表示が設置されることによって交通安全につながればいいなと思いました。それでは続いての話題です。長浜イカツインアリーナで柔道教室が開催されました。4日、
長浜市の長浜イカツインアリーナで柔道教室が開催されました。この教室は2025年に滋賀県で行われる私が輝く国スポ小スポの開催に向け、柔道競技の普及や少年少女の競技力向上を目的に長浜市などが開催したものです。講師として2010年柔道世界選手権優勝、現在天理大学柔道部の監督を務める穴井隆正さんと、2014年柔道世界選手権優勝、現在 V テクノロジー監督の宇高苗恵さんが参加され、市内外から小学生以上の柔道教室に通う生徒などおよそ80人が参加しました。教室では講師からそれぞれ得意とする背負い投げと大外刈りが披露された後、技を決めるためのポイントや手や足の位置、角度といった細かな動作一つ一つの指導が行われました。その後、参加者と指導者が2人1組となり、お互いが技を掛け合う段取りが行われました。参加者たちは練習の成果を発揮しようと果敢に技を仕掛けていました。参加者の一人は、強い人に教えてもらえてとても貴重な経験になった、指導を受けて自分の柔道がランクアップしたように思うと話し、教室の手応えを感じているようでした。元トップアスリートに直接指導していただく貴重な機会になりましたね。子どもたち頑張ってください。さて、次回の番組内容の更新日は5月19日金曜日です。次回も街のさまざまな話題をお送りしますので、どうぞお楽しみに。